どんどんどんおーすべんにょーあばじんじばばぼぼぼんぼんぼんえんばい。メイクしてもらってもいいですか。すいませんか、私アマプラでカンナムミジン見てるので ねいいからメイクして、カンナムミジン見ながらでいいから。ミジンということで、今日ファームの終了式でしたね。今日あ、そうです、終了か、終了、終了した、終了、終了、終了式、終了式、終了ということで、今日は学校終わりましたね。よかったですね。先生、聞き方でしたか。あ、全然上がってた。あ、よかったです、よかったです。ここにあるさ、はい、はい、パシられます。いつも私がパシられてます。今日は私、おそ松さん見に行きました。イアルサス、イアルサス、俺の完成スタイセイリクエストなんですか。へいこいた集中モードにします。このものって基本的に毎日メイク的なのがないんですよ。だから今日のメイクっていう形で紹介いたします。でも最近ね固まってきた。もしできたら半顔メイクとかは無理です。あ、無理ですか、すいません、すいません、ご要望にお答えできなくてすいません。あの半顔メイクはちょっと NG みたいなんですいません。忘れちゃうからね、その工程を。ああ、そうなんですね。2つでやんないとっていうことですかね。すいません、わがままですいません。まずカラコンですか。カラコン入れるみたいです。これは最近ゲットされたものなんですか。あ、違うんです。これは出戻りした。出戻り、最初のに戻った。これアスカキララさんプロデュースのアイサレウサジーなんですけど、はいはい、これ何回 2箱ぐらい使ったのかな。で3箱目なんですけど、はいはい、私これが一番自分の目に合ってるなと。へー、数々のカラコンを試されたってことですか。はい。あ、そうなんですね。でものんちゃんよりかは試してると思う。そうですか、頑張って入れてください。こちらどうぞ、持ってますので。いかがですか。あ、よ、入れんかい。入れてくれない。え、やだ、人は人に任せなさい。はい、すいません、走られます。どうぞ。何が面白いですかね。私には全然わかりません。これやってほしい。アイメイクも私やりましょうか。いや、ダメです。じゃあ、妹にカラコンを入れたいと思います。失礼いたします。ダメダメダメ、何してんの。ね、まっすぐ向いて早く。もう今日こんなゆっくりする場合じゃないんだよ。なんで目つぶってんの。汚い、なんか涙出てきてる。汚い、もう一度ちゃん。ねえ、やだ、濡れてるの。何、涙。もういい加減にして。分かった、自分で言える。元が恋でなんだよ。私の ID はカンナム美人でしたっけ。んじゃねえよ、話聞けや。ちゃうの、かっこいい。ねえ、ノーハネー。泣いてるよ、大丈夫。トゥルル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 マイペース。入りました、いただきました。いただきましたよ、いただきましたよ。じゃあ、の私は普通にメイクいつも通りしていくので、はい、私が質問していきますので、それに答えていただければと思います。ほうぼうさん、お忙しい中、今日ね取られてありがとうございます、本当に。よし、ちゃんと礼、一礼したから。一礼。こちらですね、ドンキホーテで買ったやつですね。これめっちゃいい、これめっちゃいいですって。何か浮かないんですけれども、かわいい。ここがハート型になってます。これは下地ですか。わかんないです。何かわからずにつけてるんですか。困りましたね。乳液って書いてますよ、これお白い乳液。え、乳液なのこれ。でも日焼け止めが入ってる。へえ。これ化粧水で肌を整えた後、手のひらに適量を取り、顔全体にムラなく均一になじませますって書いてあるけど、あれ、スキンケアしました。明日ですね。肌で悩んでることとかあるんですか。おでこが汚い。でも昔より全然綺麗になりましたよね。前よりね。はい、前より。ちょっと切れ気味だ。ちょっと切れてますか。切れてますか。あれよ、そこ切れてないの。ちょっと何言ってるか分からない。すいません。パフとかは使わずに手でなじませる感じですか。うん、へえ。赤みの気になる部分を中心に塗っている形でしょうか。うん、あ、全体的にという形で。あ、そうなんですね。おでこはどっちにしろ見れないから。そうですよね。下地みたいな塗り終わりましたね。で、これは次何塗られるんですか。アイシャドウ。あ、もうこれを塗ります。
はい、コンシーラーですか。うーん、3色ついてるんですかコンシーラー。はい、はいしか言わないこれ眉毛に塗る感じですか。はい、はいしか言わない。すごい、なんでそこに塗られるんですか。眉毛が消え消す。眉毛が消え消すということでございますね。今日はじゃなくて、これは結構毎度やってる形でございますか。はい、基本的にアイシャドウが変わる感じ。ああ、そうなんですね。最近のお気に入りのアイシャドウの塗り方みたいなのあったりするんですか。あ、今日それします。あ、今日それしますか。じゃあちょっとコンシーラーやったところ見せてもらっていいですか。あ、そんな変わんない。綺麗ですね。次は眉毛を。はい、眉毛はいつ頃から整え始めたのかちょっと。整えてないです。整えてない。あ、じゃあ長さを切ったのはいつ頃でしょうか。切ってないです。あ、切ってないんですね。あ、そうなんですね。いじんないでそれなんですか。すごいですね。眉毛はコンシーラーのようなもので描かれてるんですか。違います。声が2デシベルなんですけれども、それなんとかなりませんかね。オカメなとわぁ、すいません、今見ながらやってるんでおっぱーか言い出すんですけど。おっぱいそれは言ってる。おにおにちおにちおっぱーいいが聞こえるな。これはダイソー。ダイソー、ダイソーのペンを使ってます。じゃあハイブランドばかりではないんですか。逆に多分ハイブランドそんな使ってない。ああ、そうなんですね。口紅ぐらいじゃないですか。いただき物で。ああ、はい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 。何？いや、可愛いなと思って見てたんですよ。おっ、ちんちん。次、アイシャドウいきます。はい、次アイシャドウいきます。アイシャドウはどれでしょうか。このアイムミミのアイシャドウを使用します。アンドレディの1番を使用します。お、番号かじゃん。もし仕方して見ればわかるだろうがよ。見えなかったからわかんなかったもんね。これをアイホール全体と涙袋に塗ります。はい、アイホール全体と涙袋に塗っていきます。アイホール全体塗ってもらいました。お願いします。見せてください。そしたら二重作ります。はい。何ですか今のパンツは。ちょ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 。 MCM のバッグ。はい、 MCM のバッグ中に、はい、手前一番前の、はいはいはい、MCM のバッグってどこにボタンとか。え、プチこちら使っていきます。あの、私ちょっと前から思ってたんですけど、私のビューラーってどこにある感じですか。まあ借りてていいですよ。今日マミコの借りたんで。はい、ごめんなさい、私の引き出しからさ、はい、プッシャー取ってほしい。はい、かしこまりました。どこに入ってますか。こちら折り式のプッシャーを使って自分のなりたい二重を往復させます。はい、はい、じゃあこれちょっと手持ちカメラでお届けしますね。おお、二重になりましたね。でまだこれ何もやってないんですよね。こっから乗り付ける形ですよね。はい。ちなみにその乗りいくらぐらいでしたか。1200円。あ、まあまあいいお値段ですよね。あ、乾かすんですね。おー、当たった。すいません、当たってます。すいません、びっくりしちゃった今。ってんだろうと思った。当たってる当たりに来てる。すげー高いレンズだからこれね。プッシャー、プッシャーどこ行った。ありました、あります。あ、ありました。なんで隠すんだ、意味が分かんない。何やってんの。すごいキツネさんみたい。ちょっと笑っちゃダメじゃない、あんた。笑っちゃダメ。くっついちゃうから笑っちゃダメでしょ。おー、すごい。あー、いいですね、すごい。あー、怖い怖い。いいじゃないですか。すごい大きな二重。あー、さっきからちょっと思ってたんですけど、なんか吸ってますか、この下唇みたいの。吸ってたりしますか。吸ってないです。いいじゃない。反対側もやります。はい。あー、怖い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 よー、怖いよー。どっちの方が二重になりやすいとかいうのはあったりするんですか。こっちです。あ、こっちがなりやすい。はいはいはい。あー、なんか今手が出ましたけど大丈夫ですか。くにょんくにょん選ばよ。あ、このキャンセルかあれっそ。じゃあ眉毛はコンプレックスなんで写さないでもらって。あ、すいません、眉毛モザイクしてきますね。じゃあしてなかったら通報するんで。事務所の確認が多分一回あると思うので、この時にチェックしていただければと思います。ほのぼのさんってあれですよね、大手企業のあそこの事務所ですよね。でも笑わせないでお願い。でもなっちゃうから。でまらトゥルプルピリボシツルピリボバーゲ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 ー。鏡で全部影になってるんですけど。あ、いいですね、ありがたい。あ、よろしい。こちらでちょっとやっているシーンお願いします。あ、いいですね。でこっちも行ってみてください。あ、痛い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 。でプシャやってる感じで。あ、いいですね。怖い怖い。なんか AB よりもこっちの方が粘着力がよくって。あ、そうなんだ。でも逆に取りにくいんだよねこれ。あ、どうやって取ってるか皆さん、これ使ってる方いたら教えてください。なんかね、落ちないんだよね、難しい。マジ。いや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 、そうするんですか。
同じ色さっきと。うん。トギョンソク。おトギョンソク。どうしたどうした。シグン。どうしたどうした。そしたらこちら。はい、ああどうしたどうした。ASMR ですか。まず。こちら、はい、キャンメイク使っていきます、うん、はい、涙袋ラインを描くんですけど、うんうん、まずこっち側から作成していきます。はい、作成お願いいたします。え、なんか鼻についてる。え、きっしょ。どうしました。あ、ニキビですかね。ごめんなさい、潰してしまいました。え、涙袋それ赤だね。ピンクじゃん。どっちでもよくない。たらこちらキャンメイクのクリーミータッチライナーのこの色を使います。はい、あ、二重引きですか。こんな感じで引きましたら、はいはい、ぼかします。ほうほう、ぼかすんですけど、その前に下の線を描いちゃいますね、はい、え、なんで下の線を。いい、あと完成。俺の完成したせ。めっちゃのさって手作り、ここら辺しろ。あ、クマ、クマはどうやってぼかしたっけ。昨日もこのメイクされたんですか。昨日だっけ、今度一昨日ぐらい、そのメイクした日。はいはい、これこことここを使ってこれぼかします。はい、ぼかしてもらう。違ったみたいです。ぼけてます。ぼけてます。ぼけてますって言ってない。どうでしょうか、いい感じなのでしょうか。何点ですか。ゼロ。ゼロ点。したら、ケイト使います。はい、ケイト使います。あ、涙袋の線を描きますよ。描かれました。何を吸ってるんでしょうか、この口。あ、痛い痛い痛い、何してんの。怖いじゃん、怖いじゃん、怖いじゃん。こちらカマック、これ誰かと思った。お姉ちゃんが持ったんですけど、もう一個の色はお母さんにプレゼントしました。私なんか家ベなんだけど、あのあれ私するとめっちゃ黄色目が出ちゃうの肌に。でこっちがブルーっぽくって色の組み合わせが合わなかったから、はい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 、お母さん結構迷ってたらしいのね。単色アイシャドウ欲しいんだよねっていう風に言ってたので、うんうん、私のこれ使うっていう話になって貸しました。貸したっていうかあげました。そしたらムミコ気に入ってました。よかったです。どうした、どうした、くしゃみ出る、くしゃみ出る、なんだこの口は。したら、もうほとんど終わりです。はい、ほとんど終わりです。私、ちょっと最近アイメイク薄いんですよ。下は結構薄いです。薄いです。これを、はい、涙袋に。はいはいはい。ピンクですか。はい。口紅とかは。まだです。まだです。したら、こちらで涙袋を作っていきます。はい、まだ涙袋すごいですね、あなた。コンシーラーですか。ちなみに私も今日コンシーラーでやってるんですよ。まだやばい。ヒアルロン酸入れたみたいでしょ。私涙袋もともとあるから見てください、今日のメイク。私のすごくないですか。え、ちょっと待って、濃すぎじゃない私今日。まつげをあげるんです。ギュギュギュ。このホットビューラーでとりあえずまつげを、はい、どうされましたか。拭きました。ああ、ホットビューラーでまつげを温めます。はい、まつげを温めます。ビューラーを温めるんではなく、まつげを温めます。美味しいですか。ほのぼののメイク盗撮してみたな。見てください。あんな感じでメイクしてます。今からですね、まつげが上げられるみたいなんで撮影しましょう。上がってますよ。今ビューラー上げてます。上げてます。すごいわかりやすく上げますね、あの方。上げられます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 。あれ上げられないな。上げさー。すごい。怖っ。だからとりあえずこのエティシエのやつ使います。ああ、マスカラですか。私が上げたやつじゃないそれ。私マスカラ欲しいんだよね。そしたら下まつげもやります。はい、お姉ちゃんからいただいたゆるスチュアートのやつ、はい、これめちゃくちゃ使ってます。ねえ、ほもちゃん、そこのさ、雲つかないの？つけて。わかんない、つかない。なんで？つけてみてよ。そもそもスイッチがどこにあるのか。よっ。おー、にー。あんで、ぴやん。しんちゃうぴやん。しんどい。下まつげもやります。はい。たぶんね、まつげ上げた瞬間、一気に女らしくなるから。マジ？マジじゃない。今やったの。さらに次、うん、こちら、シピシピ。シピシピ。クレナちゃん大好き。今度ね、シピシピでね、うん、涙袋ライナー、へぇ、出す予定みたいなのを動画で言ってたような気がした。気がしただけかい。ほんと家で何食べた？オムライス。あはぁ。そしたらこれを、はい、この目の上に。あ、上にもやるんだ。黒目の上にやります。私基本的に黒目の上にしかのせないです。あ、そうなんですね。なんでかっていうと、いろんな美容系さんが黒目の上にやってるからです。はい、
ということでできたのでアイライン描いて終わりです。スタイラインも描くよ。まあ長いなメイク。何時間かかってんだよこれ。エテューセのクリーミータッチライナーと似てるやつだね。ペンじゃなくてクレヨンなんだ。これは目のくぼみに合わせて。そしたらこの上からこのアイライン、私ドライアイじゃないんですけど涙がここに溜まって。ああそれドライアイだね。この強化するために、はいはい、上からも。あ二重描きですか。できたらスタイラインを描きます。お私が一番肌に合ってる色はこのケイトのやつなので、うんうん、ケイトで、はい、こちらシナーズのさっきピンク色のやつを、はい、めっちゃ使うじゃんそれ。完成。そしてもう長いよ。アイシャドウを最後ね塗ってぼかします。でっか。目に合ってないからそれ。僕シェーディング用だから。シェーディング用もこのままシェーディングしちゃいます。以上です。はいはい、ということで今日はほのぼのの毎日メイクをお届けしました。そうですね、私の TikTok 野球の TikTok 見ていただいて分かるんですけども、はい、1日だけねしなこちゃんとコラボした時に、はい、調子に乗って張り切りすぎて変なメイクをしていったんですけども、はいはい、まあ、あれは自覚してますので、すいません皆さん本当にごめんなさい、はい、結構ね、アドバイスいただいて、はい、これになりました。はい、可愛くなったんじゃないか。落ち着きましたね。また次回のほのぼののんのん番組でお会いしましょう。バイバーイ。いつからほのぼののんのん番組になったの。低くなり響く音、透明なノイズ、ラララララ。